はい、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回は EU4 秀吉の野望続きをやっていきたいと思います。と言ってもね、秀吉はもうすでに没していて、すでにその次の代へと変わっている状況ではありますが、もともとね、秀吉の野望として始めた以上はね、このままなんとか明を平らげる、中国大陸を平らげるということをね、やっていきたいというふうに思います。では早速なんですけども、まず制度の需要に関して、ずーっと開発を進めてごたごたとやってきてたんですけど、一向に需要ができないなと思っていたんですが、お金を貯めないといけないですよという話を教えていただきました。でちょっとね、これお金をどんどんこう貯めていきたいと思いますので、このまま時間を進めていきましょう。本当はね、三国志なんかもね、発売になるのでやっていきたいところなんですけども、まあ、例のごとくというかね、いつものことにはなってしまうんですけど、まあ、残念ながら、ちょうどその発売直後に、また、タイに行く予定を入れてしまっていたっていうね、毎回毎回このパターン多いんですよね。有力ソフトゲーム、やりたいソフトゲームが発売になる直後に、タイに遊びに行く予定を、毎回入れてしまっているっていうね、ちょっとこの癖をなんとかしないと、もったいないなと思うんですけどね。では、まずはルネサンスですね。これを需要するためにお金を貯めていきます。中核化をさらに進めておきますか。できればね、貯めておきたい、統治力なんかもあるんですが、ある程度コストがかかるところに関してはある時にやっておきましょう。さあ、一旦こんなところで統治力使い果たしましたか。で、あとはですね、お金をこのまま貯め続けなきゃいけないので、停戦が明ける期間ですね。明とは57年。代理とは57年に溶けていきますね。で、首都の改善。我々の首都の栄光はずっと無視されてきた。で、労働力として軍隊を使うと人的資源を失う代わりに、基本税1。お金をかけるとダカッと失う。いや、今金は絶対に無理だ。基本税を獲得するため軍をどうにしましょう。まあ幸い今ね、人的資源、陸軍の資源には余裕がありますので。おっと、ルネサンスを先にやられたか。徳川にやるな。お金がどんくらいかかったんだろう。お金がどれくらい必要かっていうのはどっかで見れたらいいんですけどね。見れるのかな。世界交易とかね、このあたりが来てるところは来てるんだよね。何の差なんだろうね。いや、完全に京都に関しては100になってるから、あと金の問題でしょ。なんとか金を獲得しておきたいな。お金がどんくらい必要になるのか。だよね。今670まで貯まっていて、欲しいのがいくらなのかっていう目的がちょっとわからん。目標金額が不明だからな。まあ、ただ、今、軍隊的にも余裕あるし、お金にも余裕あるし、陸軍の維持費を少し下げましょう。我が当主。
家信豊臣氏は統治が4、外交が1ってのがカスだよな。さらに言うと、伏人さんに関しては113という絶望的な数字だな。なんかもうちょっとね、こう、秀吉に勝るとも劣らない、そういう強い君主を求めてるんだけどね。信長、秀吉と続いた後、千姫がね、まあ、戦闘バカっていうのかな。軍事力は溜まりやすいものの、統治と外交が、まあ、皆無だったので、その後を継いだ家信さんがね、統治が4、軍事が3はいいんですけど、その次が厳しいよね。これ。なんとかしていかないとな。工場も増えてきたね。で、対価。また金かかるんだろう、これ。金は絶対に使いたくない。荒廃度75。武蔵の荒廃度75を使ってでも今は、絶対に。金を使いたくない。いやー、この辺りなんか燃えてるもんな。不穏度が高まるんじゃないか。まだ大丈夫。税収をどんどん増やして金を獲得していく。これが今の9かな。 16.37 まで来てるもんね。だいぶ金貯まったよな。これ軍事費ゼロにすれば20まで増えるからね。まあ、ちょっとこれは危険なんで、まあ6割7割で止めておきますが、価値で軍が奮起しそうなんで、そうだな、陸奥あたりまで軍を進めておいて、かつ維持費を上げておきます。朝鮮にいる1万5000と1万、合計2万5000が、まあ、朝鮮半島にいるので、この2万5000の軍があれば、まあ、朝鮮はなんとかなるかなと思うんですよね。問題は国内なんだよな。外交状況を確認すると、まあ、徳川を潰しておくというのも一つの手ではあるよな。4000の兵など、ひねりつぶす。統治力にブーストがかかる何かが欲しいですよね。まあ、外交はもう皆無だと思うので、この、家信さんに関しては。お金が1000になろうかというタイミングで、果たして京都で需要ができるのか。美濃、京都、この辺りはもうだいぶね、しっかりルネサンスは需要の準備ができていると言えると思うんですけどね。
アイヌの独立主義者が危険な香りを出してきてるわけだな。トカチまで軍を進めておいた方が良さそうだな。もうこれ放棄するのは時間の問題だと思うので。で、お金が1000を超える。このタイミングで、果たして、需要ができるのか。すごく大きな問題だからな。で、何も起きない。マジか。どんだけ金が必要なんだ。さて困ったなぁ。こうなってくるとお金をどこまで貯めればいいのかだよね。まあ、ただここでお金を貯める行為をやめるわけにもいかないとね。ちょっと時間を早めてお金を貯めていきます。ようやく、制度の需要が来ましたね。だいぶ、時間がかかってしまいましたが、お金が1460かかりました。おそらく、これね、この先もだいぶお金がかかるんじゃないかなと思います。なので、お金をどんどん固めていきましょう。で、まずルネッサンスですね。需要していきます。いや、むちゃくちゃだな、これは、本当に。で、京都で言うと、ルネサンスの後、植民地主義もできるし、工場も来てるので、お金はもう本当に、マストで必要なものだという認識のもと、お金を貯めていきましょう。で、今のお金だと 14.3 なんですね、お金が。なので、陸軍の維持費を気持ち下げて、少しでも金が入ってくるようにしましょう。外交とかね、ちょっとでも貯めておきたいんですが、ここは、まずは、中核集化を進めておいて、とにかく税収を上げましょう。で、お金を増やして、制度の需要を進める。だって徳川に関して言うと、もう植民地主義も完了してるからね。活版印刷始めてるわけでしょ？いや、早いよ。完全に遅れを取ってるからね。一方我々は、まあ、ようやくルネサンスが終わって植民地主義に関してはね、全然進んでない状態なので、まあ、ここをまずしっかり、まあ、受容するためにお金と広がりを増やしていくというところからですかね。植民地主義に関して言うと摂津は進んでるんだな。摂津にちょっと投資をしていきますか？切り替え。美濃もだいぶ進んでるね。美濃の方がむしろ進んでる？そうだね。美濃の方が進んでるね。か、ここで金を使うのか。美濃への投資をちょっと増やしましょうか。圧倒的に美濃が進んでるからね。さて、これで中核集化はすべて、まあ、時間がね、だいぶかかってしまいましたが、できて、税収が20まで増えました。なので、お金を貯めつつ、まあ、美濃を中心とした場所で、うわ、植民地一気に来たね、美濃。
さすがよ。これで金さえ貯まれば植民地主義が採用可能ですね。で、活版印刷がどこか来てるところがないかと。もう世界交易来てるな。ただ、順番で言うと先に活版なんで、活版を獲得できる場所があれば、活版化を進めておきたい。ちなみに徳川は活版化が始まってる。さすがだな。世界交易とかが進んでるところもなくはないね。なんで、まあ、活版をいかに溜め込んでいくか。活版が進んでるところが皆無だな。まあ、ただ、やり方としては間違ってないはずなので、このまま行きましょう。で、技術のアップデートの方は、軍事16にするにはだいぶ先が長いな。薩摩か。これは急いで軍を送り込む。着く頃には、軍の維持費がマックスにしておけば、おそらく士気は回復すると思うので、これで軍を送り込みましょう。他国の技術はどうなっている？まずは、家康が15まで来てる。まあ、家康じゃないね。もう徳川ですけど。徳川が15まで来ているのか。ちょっとアジアの他の国に追いつかれたね。いや、追いつかれたどころか超えられてるところもある。これは完全なる遅れだな。制度の需要が遅れたのが、すべての問題ですね。ミノにおける植民地主義が 100% に到達しているので、あとは、またお金を貯めるという流れですかね。で、軍事維持費を少し下げて、金の貯めを早くしましょう。で、薩摩に兵を置いておく必要はないので、京都に兵を戻します。さて、金は貯めておきたいので、使って何かを建てるというのはやめて、代わりに、そうだな。投資。いやー、これも技術だな。今は技術が欲しいので貯めましょうか。外交技術が今13でしょ？次の14、ガレアスまで、まあ、だいぶかかりますね。で、あとは軍事技術のアップデート。を早めにしたいので、このまま軍事技術もためにかかりましょう。で、トカチはどうなっている？トカチが 70% に膨れ上がってるな。ちょっと軍をトカチに動かしておこう。で、新世界の作物の普及。どうしよう。植民地主義への支援100といっても、もう植民地主義終わってるからな。終わってるというか、もう完全に存在してる状態になっているものの、他のところでも同じようになれば OK なのかな。一旦これ投資にして植民地を増やす。いや待って、ダカッと390失うってありえないな。ただでさえ金を貯めようとしてるのに金が半分持ってかれるのはないわ。じゃあ北京を取りに行こうかって話になるよね、次はね。
や、他国の制度の需要がむっちゃ進んでんな。ちょっとこっちもね、追い抜け追い越せをやっていかなきゃいけないな。で、今我々はというと、京都で工場はもう存在してるよね。世界交易費、あとは活版印刷がちょっとまだ、京都では来ていないものの、世界交易に関しては下宇佐とかでだいぶ進んでるよね。武蔵に関しては、存在してる状態なので、これで世界交易もいけるよな。活版印刷だけ来てないのと工場がまだか。で、とはいえ、一旦ここでやりたかった需要の方法と進め方は分かったので、まあ、お金は大事に使いましょうというのはもちろんあるんですが、次の侵略目標をしっかり考えていきましょう。まあ、五街道はやりたいよな。やりたいので、ちょっと金を消耗しますが、ここは五街道をやります。で、家康だよね。家康亡き後の徳川との戦いを、どう潰していくか。なんとかここね、請求権の捏造を行いたいので、今徳川に対しては、諜報網の構築を行っているので、これが完了したら請求権を使っていきましょうか。で、軍事技術に投資可能。よし。後継の標準化アップデートしましょう。これによって訓練場、あとはカノン砲、このあたりが解放されるね。これで軍事技術を16まで持ってきた。 OK だ。次1080が必要で1682年までかかる。だいぶかかるな。まあ、ただこれで軍事面ではまた抜けれるのかなね。まあ、ただ順が15でしょ。周辺諸国っていう意味で言うと、もう16になってるところ、少なからずあるからね。軍事技術のアップデートをかけていくには、今の君主、家信さんが3でしょ?いやー、統治力がかすぎるな。顧問を入れてアップデート、ブーストをかけていくっていうのは一つの手ですね。というわけで、今回ね、ちょっと制度の需要遅れてはいましたが、行ってきましたので、今後は大陸進出を再び、考えていきたいというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか?ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。